警報音が街に響き渡り、スマートフォンも緊急警報を鳴らしています。中国軍が攻撃を開始、人々はすぐに車を止めて一番近くのシェルターまで走ります。あっという間に賑やかだった市街地からは人影がなくなりました。さて、今お話ししたのは映画のワンシーンではありません。台湾で毎年行われている防空演習の様子です。現地の緊張感がお分かりいただけたでしょうか。中国が台湾へ軍事侵攻することを台湾有事と呼びます。実際に中国はまだ軍事侵攻していません。ですのでこれは未来の予想、シナリオということになりますが、台湾では毎年大規模な防空避難訓練を行っています。ここまで警戒する台湾有事とはそもそも何なのか、どうして起こるのか、今回の動画では重要な点に絞って分かりやすく解説します。最後までご覧いただければ、あなたの国際情勢リテラシーが高まり、ニュースを見る目も変わること間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルか分からなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。中国が台湾に軍事侵攻をするのではないかとよく議論されます。もし攻めたとしたらどんなことが起こるのか、アメリカそして日本はこの戦争にどう反応するのかなど議論はつきません。実際中国と台湾の緊張関係は近年高まるばかりです。ですがそもそもなぜ中国はそれほど台湾を欲しがるのでしょうか。それは中国が台湾を得ることで大きすぎるほどのメリットがあるからです。その理由は大きく分けて2つです。まず台湾には優れた技術力があります。それを代表するのが世界最大の半導体企業 TSMC です。半導体とはある条件で電気を通す物質のようなもので、携帯電話やパソコンを作るのに欠かせない、いわば小さな部品です。 TSMC は世界シェアの 56% を占めていて、先端半導体という分野ではその生産能力は 90% 以上という驚異的な世界シェアを誇っています。iPhone で有名な Apple 社も TSMC に半導体製造を委託している企業の一つです。また、これから進む AI や自動運転にも必要になってくる技術です。これだけでもその重要性が見えてきます。さらに言えば、半導体技術というのは軍事技術にも欠かせないものなんです。高性能のミサイルや飛行機、そして核兵器にも最先端の半導体技術が使われています。そして TSMC が世界最高レベルの半導体技術を持っているとなれば、中国がそれを欲しがるのは当然のことでしょう。それと台湾を欲しがるもう一つの理由は地理的なものです。台湾本島は九州よりも一回り小さいくらいの大きさです。中国が台湾を手に入れればそこに軍事拠点を置くことができます。これは海の上に巨大な沈まない軍艦を浮かべるようなものです。それだけではありません。台湾には標高の高い山々が多く存在します。これがなぜ魅力的なのかというと、高い場所からは遠くが見渡せるからです。この高山地帯にレーダーやミサイル基地を設置すると、東シナ海を軍事的に制圧できると言われています。逆に言えば、今はこの地形が台湾の防衛力を高めているとも言えます。実際、台湾の山には軍の超大型レーダーが設置されています。中国軍のミサイルの動きを完全に把握するための巨大な目のような存在です。それほどに台湾は軍事的なキーポイントとなる島なんです。ここを中国に取られてしまえば、中国軍が太平洋にまで力を伸ばすことになります。そしてアメリカはこれを見過ごすわけにはいきません。アメリカ側としても世界の覇権を握り続けるためには、アジア太平洋地域への影響力を保っておきたいからです。このようにしてアメリカと中国が重要なポイントである台湾を通して睨み合っているというのが現状なんです。ここで台湾の特徴をもう少しだけ付け加えておきましょう。まず台湾は国際的には国として認められていません。確かに台湾人のパスポートは中国のものとは違いますし、台湾人の多くは台湾を独立国だと思っています。でも政治的に台湾を国だと認めているのは世界中でたったの13カ国です。しかもその13カ国は
太平洋の島国など小さな国ばかりです。日本もアメリカも台湾を国としては認めていないんです。実際のところ台湾は極めて独立国に近い、そんな立場を保っています。中国の外交的強さによって厳しい立場に立たされてはいますが、なんとか独立を守り抜いてきたというのが台湾の歴史です。それでも台湾は経済的にとても豊かです。国際通貨基金のデータによれば、2022年1人当たり GDP は32,643ドルで世界32位で、33位の韓国を上回っています。日本は世界30位ですから、そこまでの大きな差は感じられません。そしてもう一つ、あまり注目されないことですが、台湾は一つの島ではありません。本島の周りにはたくさんの小さな島々があります。これは重要なポイントです。なぜかというと、島がたくさんあるということは、中国が攻める時の攻撃の対象が一つではないということを意味するからです。確かに最終的に中国が欲しいのは台湾本島です。でもさすがに本島の守りは固いので、そこを直接攻撃するのはハードルが高く、国際的な批判も避けられません。それならばまずは周辺の島々でちょっかいを出して様子を見てみようと考えるのが一般的な軍事戦略というものです。周りに島があることで中国の動きが見えてくるかもしれないというわけです。台湾には多くの島があるということも頭に入れておきましょう。さて、少し歴史を遡ります。台湾は日本が統治していた歴史があります。そこから日本は戦争に負けて台湾を手放すことになりましたが、その後をどうするのかははっきりと決められませんでした。そんな中で中国では内戦が起きます。それが中国共産党と中国国民党との戦いです。その後1949年に国民党が共産党との戦いに敗れると、約100万人の国民党軍は台湾島に逃げ込みます。同じ年に今の中国では共産党による中華人民共和国が建国されます。一方で台湾に渡った国民党はそのまま中華民国という名を名乗り続けました。ですから中国からすると、台湾を含む中国全土を手に入れてこそ中華人民共和国の統一が成し遂げられると考えています。ですが台湾を攻めるには海を渡らなくてはなりません。できたばかりの若い中国にはまだそれを攻撃するだけの軍事力がありませんでした。小さな船に乗って攻めに行っても、島にたどり着く前に壊滅してしまうのがオチです。日本もそうですが、島国というのは周りを海に囲まれていることで守りに強いんです。仕方ないので一旦は保留にして、いつか台湾を攻め落としてやろうという野望だけは持ち続けてきました。これが中国の立場であり、今の台湾との対立につながるということになります。さて、こうして台湾抜きで独立した中国ですが、その後は着々と軍隊を育てていきます。ちなみに中国の軍隊が何という名前かをご存知でしょうか？答えは人民解放軍です。文字通りに読むと人民を解放するための軍隊となりますが、一体どの人民を誰から解放するのでしょうか？実はこの解放には、台湾国民を台湾政府から解放するという意味も込められています。中国の一貫した立場はこんなところにも現れているんです。さて、70年前には弱かった中国ですが、今や世界有数の軍事大国となりました。その力を使えば今や台湾を攻め落とすことは不可能ではありません。今の中国のトップ習近平氏は2013年にその座につきました。その時にこんな発言をしています。この対立は私の世代で終わらせなければならない。つまり自分の手で中華人民共和国の統一を成し遂げようという決意です。その一方で、そんな中国の方針に反対してきた大国があります。それがアメリカです。中国と台湾が分かれた時から、アメリカはずっと台湾の味方について支援をしてきました。しかし、どうしてアメリカは遠く離れたアジアのことにまで口を出してくるのでしょうか？この事情には、日本を含む戦後の東アジア全体の歴史が関わっています。
1945年に第二次世界大戦が終わってから、世界は大きく2つに分かれました。それが東側の社会主義と西側の資本主義です。社会主義のリーダーはソ連、今のロシアです。一方で資本主義のリーダーはアメリカです。戦争が終わった時、アジアの国々はいわばどちらでもない白紙の状態でした。東アジアの大部分はそれまで日本が支配してきたわけですから、日本が戦争に負けたことによって軍事的な空白ができたのです。当然の成り行きとして、アメリカとソ連によるアジアの取り合いが始まります。それがどう落ち着いたのか結果だけを見ると、日本はアメリカの下での資本主義となりました。少なくともこの時に日本が2つに分裂しなかったのは幸運だったことでしょう。実際に分裂してしまった国もあります。例えば朝鮮半島は南北にすっぱりと分裂して、南の韓国が資本主義、北の北朝鮮が社会主義となりました。そして中国と台湾も分かれて、中国がロシア側の社会主義、台湾は日本や韓国と同じようにアメリカの資本主義のもとについたのです。世界の枠組みではこの関係が現在まで続いているというわけです。ですから台湾有事という時に台湾の側につくのは主にアメリカ軍ですし、その仲間には日本と韓国が加わります。日本の場合は仲間に入るというよりも戦争に引きずり込まれるというイメージが近いかもしれません。これはどういうことでしょうか。この後実際に起こりうるシミュレーションについてお話しします。中国が台湾を攻めるときに日本では何が起こるのでしょうか。アメリカの戦争国際問題研究所が台湾有事のシミュレーションを公開しました。想定は2026年です。戦争を始めるのはやはり中国からです。中国が台湾に上陸作戦を開始します。日本ははじめ中立を保とうとします。しかしそれはうまくいきません。日本には米軍基地があるからです。戦争が始まった時にアメリカ軍はどこから出発すると思いますか。すべての飛行機がはるばるアメリカ本土から台湾まで飛んでいくのではありません。アメリカの軍事作戦は日本にある米軍基地からも開始されるはずです。これはシミュレーションの結果としても出ています。そこでは台湾を守りきるために必要なこととして米軍が日本の基地で軍事活動できることが挙げられています。軍事活動が想定されているのは沖縄の嘉手納基地、山口の岩国基地、東京の横田基地、青森の三沢基地です。そうなると中国軍が日本にある米軍基地を攻撃してくるのは当然の成り行きだと言えます。さてあなたは日本のどこに米軍基地があるのか把握していますか。基地は13の都道府県にあります。まず一番大きいのが沖縄の嘉手納基地です。その大きさは尋常ではありません。日本最大の空港といえば羽田空港ですが、嘉手納基地の面積はその2倍もあります。日本で最大なだけではありません。嘉手納基地は極東最大のアメリカ空軍基地なんです。ということはアジアで何かあった時に重要な拠点になるのはこの基地だということです。台湾防衛の際に米軍がこの基地から動き出すことは明らかでしょう。すると真っ先に中国が狙うのもこの嘉手納基地ということになります。面積で言うと在日米軍基地のうちの7割が沖縄に集まっています。面積の順では沖縄の後に青森、神奈川、東京、山口、長崎、北海道、広島、千葉、埼玉と続きます。沖縄の他は日本全国に分散しているようです。面積ではなく米軍施設の数でいうと多い順に沖縄、神奈川、長崎となります。この施設というのは飛行場や通信所、訓練場に武器の倉庫などのことです。ここまでに挙げたのは米軍固有の施設でしたが、日本にはこれに加えて自衛隊基地がありますよね。中には米軍も一緒に使っている自衛隊施設はあり、それを加えると米軍関連施設は130以上、30の都道府県が含まれることになります。だからこそ危険なんです。台湾有事の時、中国の標的となるものは日本各地に存在するということです。沖縄で米軍反対のデモが頻繁に起こるのは
真っ先に戦争に巻き込まれるのが沖縄の基地になる可能性があるからです。しかし危険なのは東京の横田基地も横浜の横須賀基地も同じことでしょう。どれだけ日本政府が中立を保とうとしても、日本国民が戦争に反対しても、台湾有事が起きてしまえば一言ではいられないというのが現実なんです。さて、シミュレーションの結果を最後まで見ていきましょう。アメリカ軍が日本にある米軍基地を使い、すぐに戦争に加わります。空と海との戦闘です。中国は台湾だけではなく、アメリカ海軍や日本の米軍基地に対しても空爆を開始。台湾は中国の攻撃を防ぎつつ、中国本土にある軍事基地と海に浮かぶ中国海軍に対して応戦します。その間にアメリカ海軍と日本の自衛隊が台湾へ向けて出動し、中国海軍に攻撃。このような戦闘が3週間続くといいます。シミュレーションの結果では中国は負けることになるようです。しかしそれと同時に、この戦争に参加した国の全てが凄まじい打撃を受けるという結果が出ています。負けた中国軍が壊滅的状況になるのは当然のこと。米軍もしばらくは機能できないほどの打撃を受けます。計算された数字がこちらです。中国側では1万人の兵士が死亡し、数万人の兵士が捕虜になります。155機の戦闘機と138隻の軍用船が破壊されます。対するアメリカ側の損失は、兵士3200人に加えて空母が2隻、戦闘艦が20隻です。台湾ではもっと多く、3500人の兵士が死亡し、台湾海軍は壊滅的な打撃を受けます。最後に日本です。100機以上の戦闘機と26隻の軍艦を失い、さらに国内の米軍基地が直接攻撃を受けるとされています。ここで気になるのが、日本の自衛隊がどれほど戦争に加わることになるのかということです。自衛隊が戦争にどれだけ深く関係するのかには3つの段階があります。最も消極的な関係の仕方として、米軍への燃料補給などの後方支援があります。この後方支援が安全かといえば、全くそんなことはありません。自分からは攻撃しないだけで、戦争に参加していることに変わりはないからです。後方支援の次、第2のステップは集団的自衛権の行使です。仲間の米軍が攻撃されているとき、要請があれば自衛隊も米軍への攻撃に対して反撃することができます。この解釈をめぐっては、平和主義に違反するとしてよく議論になるポイントでもあります。さて、最後のステップではついに中国 vs 日本となります。正確には個別的自衛権の行使といって、米軍基地を含む日本への武力行使があったとき、日本は敵や敵の基地を攻撃できるというものです。これは最終手段のようなものです。最終手段とは言いましたが、考えてみてください。中国は日本の米軍基地を攻撃してくるかもしれません。日本本国が危ないと判断されると、自衛隊は中国に直接反撃できることになります。これはもう劣気とした戦争です。戦争が始まってあれやこれやと混乱している間に戦争に巻き込まれていくというのが、日本にとって最悪の事態です。台湾有事が本当に起こるのかは分かりません。中国としても武力を使わずに統一できるというのが理想的な方法かもしれません。それでも、もし台湾有事が起きた場合、その後の世界は大混乱に陥ります。経済的ダメージも計り知れません。今世界トップの貿易大国である中国が戦争をするのですから、当然といえば当然です。工場なども多くありますから、戦争の影響で中国の貿易が止まれば、中国経済自体が崩壊する可能性も高いです。それと同時に、中国との貿易に依存してきた国というのも危機的な状況に陥るでしょう。混乱するのは経済だけではありません。シミュレーションの結果では、中国もアメリカも軍隊が機能しなくなるほどの損害を受けると言います。その隙をついて、ロシアや中東の勢力など他の国がさらに動き始めるかもしれません。少なくとも世界の力関係が揺らぐことは間違いありません。台湾有事とは、近い将来に起こるかもしれない世界的に最も危険な事件です。本当に起こってしまえば、
教科書に載るような歴史的大事件になります。そして僕たちが今生きる日本はそこに参加せざるを得ない、その真っ只中にいるのだということを自覚する必要があります。だからこそ世界のこと、今日本が置かれている状況をもっともっと学んでいくべきだと僕は思います。大人の学び直し TV には他にもおすすめの動画があるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。また僕素足社長の公式 LINE では、混乱する世界情勢で投資などどう立ち振る舞うべきかという情報なども配信していきますので、概要欄からぜひお友達に追加して配信をお待ちください。また今年は X の配信も増やそうと思っているので、ぜひフォローして応援していただけるととても嬉しいです。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。